はい。こんにちは。ラガチャカオです。LG 同様にですね、あまり興味を持たれないメーカーの一つ、モトローラですけども。こちら、あの、こちらも、俺はモトローラも結構好きっちゃ好きなメーカーですね。海外では、まあ、やっぱインパクトが出たのは、久しぶりなインパクトとなりましたね。あの、モトレーザー、ね、正式発表された時が、ね、 あの、湧きましたけども。まあ、日本国内でもですね、出しているシリーズ、G シリーズですね。こちらの最新機 G8、それと G8 プラスレンダリング画像と、まあ、あの一部スペック情報が出てきたので、お話を今回はしていこうというふうに思います。はい。 まあ少なからず日本国内でも買ってる方いると思うので、そこを追いかけていくと。それの、まあ、後継機を追いかけていくというところですね。まあ、スペックをご覧の通り、えー、ミドルローと。ミドルローレベルのスマートフォンというところにはなりますけども、まあ、そんなですね、まあ、低スペックな、え、ところを追っかけながらも、ディスプレイなんかはパワーの方は、 あれ俺、プラスって言ったさっき。プラスって言ってたらごめん。G8 パワーですね,ねあの。こちらのフル HD プラス搭載してきてますんで、あのー、特にゲームなんかガリガリしませんと。とはいえ、YouTube だったりとか Netflix、えー、プライムビデオは見るんだという方にとっては結構いいバランスのものには仕上がってるのかなというふうには思います。 はい。カメラに関しては、それぞれ3眼と4眼という構成で、えー、行われているのと、あとはインカメラにも結構な差がありますね。パワーの方は2500万画素ですから、相当ですよ、これは、えー。で、あとはバッテリーが1000ミリレベルで、えー、違いがあると。あとはここちょっとね、個人的にはね、 まあ残念。まあとはしか、いえ仕方ないのかなっていう。まあでもサイドの方がいいな。背面よりサイドの方がいいなっていう感じなんですけど、指紋認証センサーは背面というところになっています。で、ディスプレイに関してですけども、あの、パンチホールというところですね。はい。まあの、全体的にはですね、見てくれてきに別に古いスマートフォンには、まあ前面を見る限りは見えないと。 パンチホールでやられているので、新しめのスマートフォンには見えるというところですし、ええー、まあそうね。うんまあスペックを抑えられてますけども、パワーの方に関しては、えー、フル HD プラスを備えたりとか、バッテリーは5000ミリ超えたりとかっていうところ。あとは4眼ですね。これあの、筐体の見てくれ的にもですね、新しい感じがして、 まあよくは映るのかなっていうふうには思います。ただね、やっぱりそのストレージが6 4ギガっていうのは個人的にはちょっと気になってはいてですね。もちろんあの価格次第っていうところではあるんですけども、もうちょっと欲しかった。あの、せめてパワーの方は128にして欲しいなっていうふうにもちょっと思ったところではあります。はい。 まあ SOC レベルからして、やっぱりそんなガリガリね、その冒頭にも言ったるのはゲームをするっていうことでもないユーザーを狙っているでしょうが、一応フル HD レベルのディスプレイを備えたりとか、カメラを四眼にしてるっていうところですから、ちょっともうちょっとストレージは欲しかったなっていうふうには思います。はい。せめて128。 して欲しかったなというところですよね。で、価格に関しても、まだあの、詳細は出てきてないので、あの、一応参考値としては持っていて欲しいんですが、まあ、G8 無印の方でん、2万5千円か3万円ぐらいの、レベルなのかなっていうふうには思います。まあ、3万円ぐらいかな。3万円ぐらいですかね。2万5千ってことないか、3万円かな。 で、G8 パワーに関してが、まあ、4万円を切るぐらいかな、というふうに思います。ね。ちょっとね、モトローラーってスペックの割に価格設定が高めで、とりあえず発表されることが、やっぱ多くてですね、個人的にはそういう感じで来るかな、というふうに思ってるところです。で、ただですね、あの、日本国内でも G7 とかね、そこら辺をまあ追っかけてた人だったら、 ご存知だと思うんですけども、発表してですね、2週間とかぐらいで G7 とかも価格を下げてきたっていう経緯があるんですよ。あの、アマゾンとかで普通に売られているところでも価格を下げたりっていうのはやっぱしてきてるので、まあそこ、今回もそれ期待したらそこそこ変える価格というか、 ま、他のスマートフォンと渡り合えるぐらいにはなるのかなというふうに思います。ただですね、そう思ってるのは、あの、モトローラーが好きだという気持ちがある人間が思ってるからであって、特にもうモトローラーに、あの、なんていうんですかね、気持ちもなく、単純にスペックや価格で判断するという方にとっては、全く選択肢に入らないスマートフォンだろうなと。 いうふうにも思いますんで、もうちょっとね、そういう人たちがいっぱいいることを考えた価格設定、もしくはスペックを、あの、本当だったら持ってきてほしいなというふうには思うところであります。ただですね、こうやって今、G8 シリーズのお話をしてますけども、あの、一部別リークではですね、その、モトローラのハイエンド機ですね、 スナドラ865を搭載して、ラム12ギガとかっていうモデルの、えー、お話も出てきてます。すでにあのベンチマークのスコアの流出もされていたりもするんですけども、そういうのもありますから、まあスペックを追いかける方にとっては、ちょっとそういうものをモトロラーも、あの久しぶりに準備してるというところを頭に入れておいてもらえればなというふうには思います。あの、情報がちょっとそある程度揃い次第ね こっちもその動画としては追っかけていこうと思いますけども。まあ何にしても、あの、まずはそういうリーズナブルな価格帯のスマートフォンを、まあ今年も G シリーズ後継機というところで G8、そして G8 パワー。こちらを、えー、モトローラ用意してるようだというお話でした。おそらく日本でも発表されるんではなかろうかと。 グローバルで発表されてから日本で発表することになる可能性の方が高いと思いますけども、されるんだというふうには思っています。ということで、また見てな。バイバイ